妻のエドウィッチやサゲの間で朝食をとる、公爵夫妻。以上3枚の写真は1906年に、ノルトキルヒエン城を撮影したゲオルクローテによる、エンゲルベルト・マリア・フォン・アーレンベルクは、ドイツ・ベルギィ系の大貴族、シュタンデス・ヘル。第9代アーレンベルク公爵。第15代アール・スコート公爵。第4代メッペン公爵。第4代、レックリング・ハウゼン公。アーレンベルク公。 エンゲルベルト・アウグストとその妻のアーレンベルク公女、エレオノールの間の第三次、長男として、ザルツブルク郊外ビュルグルシュタインのアーレンベルク城で誕生。正式な洗礼名はフランス語で、アンジェルベール、プロスペル・エルンスト・マリー・ジョゼフ・ジュール・バルタザール部のは・ブノはアントワーヌ・エレオノール・ロラン。一族の所有するブリュッセル市外のエグモント宮殿、ルーベン郊外ヘベルレーのアーレンベルク城。 エノーシュー・アンゲアンのアンゲアン城を行き来しながら育った。プロイセン王国軍陸軍士官に任官し、1889年から1893年まで、ミュンスター・チュートンの第4強行機兵連隊に所属、1893年から1896年まで、ベルリン・チュートンのこの江強行機兵連隊に所属。 第一次世界大戦中は陸軍第七視察部所属の陸軍少将を務めた。エンゲルベルト・マリアは3歳で父を亡くすと同時に公爵化の莫大な資産、所領を相続しており、所領の中心はエムス・ラントの広域にわたる森林地であった。1903年にはミュンスター・ラントのノルット・キルヒ・エン城を購入した。1909年から1912年まで、 リューリンクハウゼン・バーレンドルフ・ベックム選挙区選出、中央党所属であるドイツ帝国議会議員を務めた。1903年から1918年までプロイセン貴族院の世襲議員席を占め、1917年から1919 19年,年までベストファーレン州議会議員を務めた。あるジャーナリストは1913年エンゲルベルト・マリアについてベストファーレン州では、 最も裕福な大地主であり、その富の大きさは突出していると書いている。エンゲルベルト・マリアは6300万マルクと見積もられた資産を贅沢に消費した。第一次世界大戦後はドイツを出国して、ミラノで生活した。1949年に病に倒れ、療養先のローザンヌで死んだ。エンゲルベルト・マリアは、先祖伝来の所領や工場、鉱山などを経営。 管理し1928 1932年年年から年の4年間にアーレンベルクメ、ベン社、アーレンベルクノルトキルヒエン社、アーレンベルクレックリングハウゼン社、アーレンベルクシュライ電社、アーレンベルクデュッセルドルフ社の5つの有限会社を設立した。これらの企業体の社員は、最初、エンゲルベルトマリアの3人の子供だけで構成されていた。彼はまた、同時期に、 数多くの社会福祉施設を創設した。1919年にメーペンの1927年にレックリングハウゼンの名誉市民となった。1897年10月14日にブリュッセルでリーニ公皇女、エドイッチと結婚した。公爵夫妻は3人の子を設けたが、子供たちにはいずれも実施がなかった。1992年の次男、エイリークの死後。 エンゲルベルト・マリアの姉・ソフィーとその夫で、いとこのジャン・バティストの孫・ジャン・エンゲルベルトが家督を継いで、第12代アーレンベルク公爵となった。翌1993年、ジャン・エンゲルベルトのアーレンベルク公爵位は、ベルギー貴族の爵位として認められた。リーニュ公、ウジェーヌ一世の三男シャルル・ジョゼフ・ウジェーヌ公子の長女、弟アンリ・フロラン・ラモラル、ドリーニュは、 ラトレモーイ受けの女子相続人との結婚を通じて、エルサレム王位の請求権を継承したとみなされている。シュレースビヒホルシュタイン公、アルベルトの非着出し。1938年に弁護士、エルンスト・ヨハン・バーグナーと離婚後、エンゲルベルト・カールと再婚。1953年自殺。モンテカッシーノの戦いで戦死した、フランス陸軍軍人、アンリド・ベルザンス公爵の未亡人で、 前部との間の二人の子レティティアとロドリーグはエーリクの養子となった。レティティアはトスカーナ対抗家課長ジギスムントの母でウルグアイで自動車、バイクの輸入会社を経営している。ジャン・エンゲルベルトはバイエルン王太子ループレヒトのスウェ娘ムスメゾフィーホンバイエルンと結婚した。ありがとうございます。